診療に関しましては、もうすでに横の連携がありますので、まあ、と特に今、問題ないだは、それ以外の部分ですね、すべての患者さんに同じように高いレベルの支援を作れるようなことを目指しております岡山大学病院が来月1日に開設するのは、小児綾がん総合センターです。小児がんは15歳までに アヤガンはアヤ世代と言われるる16歳歳から39歳で発症するガンのこ,とですこれらの世代の患者については直接的な医療面以外でも子どもから大人になる家庭での医療費負担の変化や長く入院する学生への教育、就職支援など多くの課題があります。 これまでは各診療科が個別に支援していましたが新設する組織では小児科など16の科が集まり診療科の枠を超えた総合的な支援体制を構築します。